ウエストシリーズの開幕戦のフェリックス、終わったでは15周目で雷が来て、雨で中止じゃないですか、雨で中断して115周で今日はレース終わりました。まあ、23位で終わったんで、まあ、途中からね調子良かったんですけど、まあ、こればっかりはしょうがないなと思います。車自体も調子良かったし僕も良かったので、またすぐ2週間後にアービンデールありますので引き続き応援よろしくお願いします。